ーの声を届けます。清水谷放送局、なにわアミューズメントパーク。はい、始まりました、はい、今さ、タイトルコール3回目にして初めて会ったよね。ねえ、すごい綺麗だったし、ね、いい感じに重なりましたね。すっきりしましたもんね、やっぱ3回だよ。我々の絆もだいぶ強くなってきてるんだね。ですよね、うん、映像さんの3ですよ。あ3、映像さん、なるほど、映像、え、継承の3じゃない、映像さんの映像の A に関数字の3、ヘルダンプ3じゃない、ヘルダンプ3、それはどうかな。いや、それもくくっとりましょう。皆さん、まあ、記念すべき3回目ということで、ね、はい、3回目にね、ご覧いただきまして、はい、まずはありがとうございます。ありがとうございます。はい、チャンネル合わせていただいた方にまずは感謝をしつつ、はい、2月の11日という日でございますけれども、はい、ね、皆さんどうですか、寒さは。やっぱり寒いですか。寒いでしょうね、まだ冬ですもんね。寒いなんか寒いですかって言うと、心が寒いんですか。そういうことは、ルーズ、ゆうちゃん心寒いですか。心は寒くないですよ。ですか、うん、やっぱり相変わらず心は画用紙の白のように日々生きてるわけですね。なんで画用紙やねん。ごめんなさい、ちょっとなんかちょっと全部キャンパスは白なんですよ。だからなんかゆうちゃんに喋った時にノーってないと思いません。あー、確かになんか嫌がらないですよね。とりあえずなんかこうレスはあるのね。そうなんですよ。若干こう違う内容のレスがあったりとか。やめなさい。だけどレスはちゃんと気持ちよく丁寧に来るんですよ。そうなんですよ。それじゃないんだけどっていうのもあったりとか。すいません、ちょっとね。これも才能だと思いますよ。うん、あー、本当ですか、うん。やっぱこの番組やっぱね。なくてはいけない。いや、そうです、ありがとうございます、ありがたいです。まあ、アミューズメントパークで、まあね、こう、はい、司会をね、はい、こう進行するメンバーを一応もう一回3回目ですけど、はい、いや、もちろんね、はい、紹介しておきましょう。私が、はい、あのアレッドレッツというバンドやってます、アントン前田と申します。お願いします。お願いします。そして3回目にも、はい、はい、はい、私坂本映像です、よろしくお願いします。そして、はい、そしてアシスタントゆうです。はい、お願いします。そして、見習いの魔法です、お願いします。いや、一番プロ中のプロ、先生じゃないですか。ね、大先生、教授ですよ。いや、イエローマジックオーケストラで言ったら坂本さんですよ。坂本さんつながりです。いやいやいや、いや、坂本さんつながり。あんたが言ってない。坂本さん、坂本さん、いや、なんかね、最初この番組始めるにあたってね、こう、はい、我々音楽業界では映像さんって呼んでるんですけど、はい、ね、あの、まほろさんとかやっぱりね、別の業界の方なんで、うん、その映像さんを呼ぶときに、映像さんって呼んだ方がいいのか、坂本さんって呼んだ方がいいのかっていう。そうなんですよ、ちょっとね、それをアントンさんにお聞きしたんですよ。なるほど。はい、いきなり映像さん。もう坂本さんでも、なんか、はい、いいですよ。あ、マジでか。なんか病院っぽくて、ね。ということで2月の11日を迎えたわけなんですよ。今日は建国記念日なんですよ。そうですね。はい、祝日。まあね、ちょっとね、後日見られた方は2月11日じゃないんですけども。今日放送日、ね。放送日がね、はい、あの2月11日ということで、はい、まあ、いつもご紹介させていただいております、はい、2月11日にまつわるお誕生日の方を、はい、紹介したそうです。はい、そんなにね、ちょっと、この人っていう方は多くない2月11日は珍しく。1944年、クロード・チアリさん。ああ、来た。私だけの十字架ですよね。そうでしたっけ。はい、そうです。私はクロード・チアリ、あ、そうですね。チリアーノ。チリアーノですよね。そうですね。あと、東丸のちょっとどんぶり。ああ、東丸。ちょっとどんぶりのコマーシャルに出てたんですよ。ああ、そうですね。東丸のちょっとどんぶりじゃないですよ。あれの誕生日かと思った。それは大変なことですよ。商品ができた日みたいな。すいません。いや、でも出てました、出てました。クロ、あの、チリアーノはすごい名曲ですよね。ねえ。ねえ、あれ、なんかこう、ギターとかを弾きながらやってるっていうのがね、やっぱり素晴らしいプレイヤー。素晴らしいですね。あと、知ってますか、クロード・チアリさん。いや、ごめんなさい、私ちょっとわからなかったです。チボリパークは知ってますか。チボリパーク。何のつながりあったけども。何そういう、遊園地ですか。チアリとチボリをこう、チアリかけた。うん、宝塚チボリって知らないですか。宝塚にあるんですか。あったんですよ、昔。へぇー。宝塚チアリね。デンマークのチアリパークっていうのがあって。へぇー。そうそうそう。いや、もうぐちゃぐちゃやもん。そうそうそう。いや、もう私全部信じますよ、そんなにやったら。の十字架を背負ってね、腰の震えるみたいな感じだったんですよ。なるほどですね。なるほど、ちゃうみたいな。あの、ゆうちゃん、今言ったこと全部違うから。はい、自分で言わないでくださいね。キャンパス白でしょ。ね、ほんまね。真っさらなんですよ。だから今言ったことが全部彼女のスキルになるんで。スキルにして大丈夫ですか、今の情報。今の情報。
自分の後輩とかに偉そうに言われてありますよそれ。この人一番あることないこと言ってるみたいに思われません？あいつ知ったかばっかりやで。うろ覚えの知ったかばっかりやで。怖いなもう怖い。なんかちょっとどんぶりとかやられても気付けてくださいね。であの1947年、はい、93代内閣総理大臣鳩山由紀夫さん。ああ鳩山さんね。なかなかね、はいはい、なかなかこうな首相でございましたよね。はいはい、1959年、これはねちょっとマホロさんだけやと思うんですけど、はい、ロベルト・モレノっていう元エコンドライバー。マジですか？はい、モレノ。モレノ1990年にですね、うん、アレッサンドロ・ナニーニがヘリコプター事故で、そうね、ね出れなくなった怪我しちゃって代役で出てきて表彰台に、そう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 、ね、いきなり乗って、ね、ベネトンでね、そう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 。本来はアイルトンセナのために振る予定だったブラジルの国旗をみんなにねリタイアしたから振っていただいて涙したっていうロベルト・モレノ。いやもうあれは泣いたよほんま見てて、そんなドラマ、こんなねドラマがあったのにプロの世界って厳しいんですよ。1991年にミハイル・シューマッハっていう、もう世界的に有名なね誰もが知ってるようなドライバーが出ていた時にもうシートをチェンジされて、そう、でそっからまたもう F1 ドライバーじゃなくなっていく道をたどっていくんですけど、だから乗っ、まあ、乗っ取られたじゃないけど、こう取って代わられたっていうね、はい、なるほどですね、シビアな世界なんですね。若い者にはこうすぐにこうチャンスが来る代わりにね、そうそうそう。えシューマッハって今なんかちょっとうんって思ったけどご存知ではない？はい、おえシューマッハという方、あのマッハ文明さんって人で元女子プロレスラーね、あプロレスラーだ、イラン情報を教えてなんかもう人なのか地名なのかもちろん分からん。シューマッハの話を後輩かなんかにするときあのマッハ文明さんとか似てとかってなんでドイツ人じゃなかったっけ、ね、この番組の市町村がねどんどんわけわかんなくなってくる、カオスになっていきます、ね、カオス、まあ、よかったかもしれない。まあちょっと僕はね。はいはいはい。1976年、山本モナさん。おお。山本モナアナウンサーです。はいはいはい、ね、一時元ジャイアンツの選手とちょっとね、あ、不倫関係にあるということで、世間に言いました。ライト方面にホームラン打ってましたね。そうなんですよね。その二岡選手はね。また戻ってきたんだよね。今日ああそうですね。そうですね。でそのね、まあ、私競馬もするんですけど、はい、その不倫発覚した山本モナさんの、うん、その事件の時に有馬記念勉強しましたか、この前有馬記念という競馬のレース、はい、はいね、この前分からなかったんですよね有馬記念、ごめんなさい、ね、覚えましたよ有馬記念のレースで、985,580円という配当が出たんです。100円をかけたら98万、100万ですよ。その時の2着馬がアドマイア・モナークって言って、はい、こうやっぱりそのなんか有馬記念の馬券って名前にこう世間的な何か事件とかそういうのがまつわるっていうのがありまして、だその時に1着の馬はもう一番人気の馬だったんですけど、その2着にモナーを引っ付けてた、そのそれだけの勝った人が100円が100万になったっていううちの友人がいました。あそうなんですか、ご友人にいらっしゃったんですか。いやもうモナさんに足向けて寝れないね。でそれを資金に結婚が縮まってすぐその翌年に結婚しておりました。ああそうなんですか。結婚資金になって、あなるほどね。そうですよね、はいはいはい、すごいうまいこと使えたもんね。だからすごくないですか、不倫がきっかけで、うん、その後輩は幸せに幸せに暮らした、結婚につながったということですね。破壊された後にこう再生するみたいな、ね、うん、そういうドラマがあるんですよ、競馬には。なるほど、ロマンですよ、ロマン。なるほどじゃないですよ多分すごいこじつけた感はありましたけどね、うん、ロマンってわかります。ロマンですか。クリを英語で言ったらわかります。マロン。そうそうどうしたらいいんでしょうね。ツッコミができないんでお願いします。はい、1977年モノマネタレントの堀さん、これはね2月の11日ということで、はい、誕生日のネタはこんな感じで、はい、はい、締めさせていただこうと思うんですけれども、はいはい、さあじゃあコーナーをですね、うん、早速行きたいと思いますけど、はい、はい、では行きましょう。もう僕の楽しみにしているこのコーナーでございます、はいはい、映像チョイス来ましたね、すごいリバウンドだったね。はい、おチョイスしますよ。映像チョイス、今回は、うん、スタッフの、はい、方がですね、技術の、はい、方さん、はい、明石さんがお持ちいただきました、はい、その名の明石さんの通り、はい、はい、明石焼きでございます。やった、ね、さっきからいい匂いしてるね、待ってたんですよ、ね、お出汁のいい匂いが、はい、食べましょう、ではちょっとお伺いしますね。ちょっとビジュアルとかは映さなくていいですかね。これ、まあ、普通見えてますか。見えてますかね。ちょっと持ち上がりましょうか。こっちか。はい、ね、でこうお出汁もついてまーすってね、美味しそう、はい、よかったよかった、はい、ではちょっとお配りします、はい、ね、はい、お配りしてる間にね、このまあ明石についてですね、はい、説明したんですけど、これ明石方面では、うん、明石焼きと言わないんです、もちろん地元なんで、お明石の郷土料理で卵焼きというふうに、
ああ卵焼き、地元以外の方が卵焼き、明石の卵焼きなんで明石焼きというふうに呼んでいるようです。なるほど。で、まあ、大阪にもたこ焼きっていうのはもともとね、はい、食文化の中にあるんですけれども、うん、そのまあ大阪のたこ焼きと、ありがとう、明石のたこ焼きの違いを、はい、まあ、あのお伝えしますと、はい、まあ、鶏の卵をねたっぷりと使う、うん、黄身、ほぼ黄身、ほぼ君と言ってるところが一つ、うんうんうん、あと、大阪のたこ焼きと違い、うん、短時間で焼き上げるので、はい、表面に焦げ目がない、 あんまり焦げ目薄いですよね。すごく綺麗な黄色ですね。で、小麦粉以外に浮き粉と呼ばれる小麦でんぷんの粉を使うので生地が、大阪のものよりとても柔らかい。なるほどね、はい、その違いだ、ね、粉も違うんですね。焼き鍋のくぼみがたこ焼き用より浅いので、なんか、まあ、ちょっとまた形が大阪のものとは違う。で、裏返すときは銅製の、その鍋を傷つけないように菜箸でひっくり返す、うん、あ、なるほど。私も一回明石で食べたことあるんですけど、うん、はい、確かにそう言ったらあのいわゆるなんですか、あのドライバーじゃないわ、千枚同士みたいな、そう、アイスピックみたいな、あれなんていうんやろ、アイスピックじゃないですか、千枚同士、あれ結局何なんでしょう、まあアイスピックみたいな、続くやつ、たこ焼き返すやつ、チーズ太郎かみたいなやつですね。それでこうひっくり返さずに菜箸でやると。はあ、そうなんだ。具がすごいのがタコのみなんです、うん、ですよね、キャベツとか入ってないんですか。だから大阪の入ってるじゃないですか、いろいろな何に入れてもある、うん、で大きな違いはだしで食べるという、うん、ということで、このだしで我々もね、はい、いただこうじゃないですか。このだしがやばいね、すごい匂い、今日出ますかね、でもね、これ映像チョイスが、ね、いただきます。いやいや、今日は厳しくいきますよ、厳しく。あ、ちょっとじゃあハードル高いよこれ、うん、いただきます。うんうんうん、やっぱり違いますね、大阪のとはね。お出汁がすごい染みてます。うんうん、お、やっぱタコがね、うん、柔らかい。タコがね、ね、あのね、大きいし弾力があって、うんうん、いや生地は柔らかいんだけど、タコの弾力でこの二度美味しいというか、ふんわりした生地と弾力のある感じで、これまたうまいし、で出汁がまたね、うまいことこう染み込んで。うん、最高、ね、これね、妙なドラマがあってね、はい、やっぱその囲ってるこの衣じゃないけれども、はい、そこ食べてそれ味わうじゃない、はい、でだんだんでも噛み応えがあるわけじゃなくて、うんうん、だんだん少しずつこうなくなってくるじゃない、はい、だけどそこに最後にタコが残ってるっていう、うん、なんかこう、あ、なんかすごい人が去ってしまったんだけれども俺がいるじゃないかって感じでタコさんがまだね、いるっていう。なんかあれですね、タコの比重が大阪のたこ焼きよりでかいですね、うん、でかいですね、すごい大きいですもんね、これ、うん、俺食べてみたいな、なんかね、私食べてみたいな、ね、さっきエル様がおっしゃったように、うん、最後俺がおるよっていう、ね、そう、まさにその通りですよね、ほんまに、あ、これだからうまいわね、これもうほんま、うん、もっと出来たてとかね、今これっても持ってきていただいてるんですけど、まあ、ね、うん、冷めてもっていうか、そんなに熱くなくても美味しいから、美味しいですね、そうですよね、そう、だからなんかね、明石市ではまあ特に魚の棚商店街とかそういったところでまあ有名みたいですね、はい、別名玉焼きという名前もあるらしいですね、玉焼き、まあ、玉のようなっていうことだと思うんですけども、いや、これすごいな、さすが四五線の町ですね、うん、ね、あの楽天イーグルスのね、オーナーでもあります三木谷さんも明石の明石高校卒業なんで、はい、あとジャイアント馬場さんもね、明石キャンプの時に宿泊したホテルの、うん、あの方と結婚されたんで、ものすごいちなみやな馬場じゃなくていいやもん馬場のさんをイメージしときな、こっちの方ですね、こっちに違う人が出てきた今ということで、このね、うん、映像チョイスが出るかどうかを、はい、はい、映像さんに、僕はもう10年前にですね、はい、道頓堀にある明石焼きのお店に連れて行ってもらって、はい、食べたカルチャーショックを受けて、はい、まあ、その残像がすごかったんです、うん、それがやっぱり今日はね、蘇りましたね、お、うん、もちろん映像チョイス、チョイスとこれね、もうこうなったら一度ね、江戸さんも私もですけど、まあ、ゆうちゃんもですけど、明石でね、はい、ライブしたいですよね、あ、本当ですね、ライブハウスってあるんですかね、明石、そう、有名っていうかできる、もうありますステージドリンク、この出汁にするとかね、喉かわかんないな、ほんま何回飲んでもあかんの、これお客さんもね、入る時500円払ってワン出汁みたいな、うん、ワンドリンクではなく嫌がらせにしか思われへん、そうですね、まあそういうことで、これはすごい、もうチョイスのコーナー、美味しくいただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、ごちそうさまでした、はい、
清水谷ブロードキャスティングステーション。次のコーナーはアイアイアイドル。はい、ということですね、はい、巷で気になるアイドルをお呼びするコーナーですね。このコーナーはね、あのメタルドライブっていうか、こうあの暑苦しいハードロックヘビーメタルバンドも来れば、うん、こうやって爽やかなね空気をこのスタジオに吹き込んでくれるアイドルも来て、ね、たまには空気を浄化しようじゃないかというヘ、はい、ルダンプの後はアイドルが来るんです。これがいい空気のバランスだね。やっぱりこう出されてしまうって対象ということで、ちょっと自己紹介はご自身でね、はい、していただきましょうかね。はい、はい、じゃあ、はい、ゲストはこのお二人です。はい、まず私からいきます。大阪堺市出身、まおまおこと池本まおと言います。よろしくお願いします。はい、はい、皆さんこんばんは。9月生まれだけどスイカが大好き、森下かな子です。よろしくお願いします。よろしくお12月生まれだけど、うん、スイカが大好きだから、9月やったらまだ結構近いから季節だと思うんだけど、まあまあでもね、まあ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 、8月ちょっと過ぎちゃったね。ああ、ちょっと過ぎちゃったね。夏超えちゃったね。夏超えちゃったね。ポンちゃん2回目だよね。先週、先週、ね、先週出てもらって、はい、レギュラー狙ってる？狙ってますね。いやデルタダメですよ。おかしいおかしい。まあまあこう増えていくっていうイメージでね。そうそう、仲間としてね。エグザイルのようね。いや、そういうことでもないです。まあ一代目エグザイル、二代目、二代目、三代目、続いていく。続いていいっていいんですか。全然よくわかんない。仲間が増える。はい、みんな仲良くしましょうね。はい、ね、お二方に来ていただいたということで。はい、今日は一応なんかこう真央ちゃんも当然さっきも出てもらったんですけど、まあかなこちゃんに出ていただいたという、その今回ゲストに出ていただいた目的をね。はい、じゃあ、まおちゃんから説明してもらって思いますね。はい、はい、今回ちょっとこう皆さんにこうお伝えしたいこともありまして、この森下かな子ちゃんがなんとこうユニットデビューをすることになりました。ユニットデビュー、デビュー、はい、でそのユニットのプロデュースを私が担当させていただくことになりまして、プロデュースかっこいいですね。今こう絶賛メンバー募集をしているところなので、ぜひねこうちょっと視聴してくださってる方の中にも、女の子がいてたら、ぜひ、応募してほしいなと思いまして、今日ねちょっと用意して、条件とかあるの？はい、18ぐらいから24歳、まあ全然要相談で大丈夫なんですけど、要相談なんですね。まあ元気な女の子だったら、はい、誰でも大丈夫です。ゆうちゃんどうですか？元気な女の子いけますかね。私あの年齢制限とか、要相談ってことですけど、どれぐらいまでなら。やばい、自分でなんかハードル。露骨を掘ってる気がします。可愛い女の子なら大丈夫です。実際お会いしてお話ししてってことですよね。なるほど。空気感が一緒じゃないとね。そうですね。やりないですもんね。なるほど。江戸さんどうですか、こういうアイドルの方がアイドルのこうプロデュースして、そしてアイドルとしてまた出る、それかっこいいと思う。すごい、いやいやいや、ありがとうございます。なんかこの間来た時はね、なんかこう割と自分がこうアーティストサイドだったじゃない、で今日プロデューサーサイド、はい、ありがとうございます。見習わなきゃな俺も。江戸さんはプロデューサーとしての何か活動って今までいろいろちょこちょこやってますよ。アイドルはないですか？ないんです。へー、なんかそういうのを見てみたいですね、いつか。そうですね、勉強させてもらいますね。もともとその森下かな子ちゃんのソロの楽曲をずっと書いてまして、うん、その5月生まれだけどスイカの曲を書いた、ああ5月生まれだけど、それあのスイカを言うときは言わないとダメなんですか？そうですね、頭につけないとダメですね。何月生まれだけど、8月の人は最高ですね。だからっていうね。だからあ、だからはね、1ヶ月しかないんで。そうなんです、ね、7月だったらちょっと早い、ちょっと早い、ちょっぴり早い。なるほど。今日1年食べれるんですけどね。こういう条件もクリアしていかないと、まあまあ、ユニットにはなれないと。はい。なんか楽曲とかはどういう雰囲気の曲でいくとか決まってるんですか、そのユニットは？元気よく、とにかく、まあ、元気一番で、うん、まあちょっとこうお客さんにこう伝わりやすいような面白い要素とかも入れていけたらなって思ってます。ポップ調ですか、ロック調ですか？ポップですね。ポップですね。はい、ポップもね、いろんなこうポップが最近 ね、あるんで、ありますからね、なんかね、それの中でこうちょっとやっぱブログとかそれぞれされてて、プロフィールとかをこうね、アップされてるのを見て、でそれをね、こうやっぱお二人を比較しながら、プロデューサーとプロデュースされる方とする方をこうしようと思ったんですけども、まずプロデューサーの真央ちゃんの方が趣味が、
ゲームとガンプラ。ガンプラ。魚釣り。難しいですね。これは声に出される。これはやっぱりなんかゲームもしきりに暇があればもうテレビにかじりついてとかいうタイプ。そうです。基本家から外にあんまり出ないので仕事以外は。あらら。なんかアウトドアな雰囲気ありますけどね。そうですよね。そうです。釣りに行く時はまあ外に出ないんですけど、まあ結局釣りに行く時も別に。人と喋らないあ。そうですよね。黙々と釣ってるってことですか。あまり人と接触したくないタイプとかでもない。かもしれない。かもしれない。インストラクターでもアーティスト気質なのかもしれない。なるほど。なるほど。エゴさんもやっぱり曲作ってる時とか。僕はあんまり出歩かない方がいい。そうなっちゃうんですね。休みってなったら。まあガンプラを広げて、あでもやっぱりアーティスト、確かにその映像さんもそのアウトドアのイメージってないじゃないですか。まあ確かにないですね。やっぱりなんかこうカーンっていくタイプだと思うんですよ。うん、このあと、なるほど。こう内に秘めて出すものだけを、うん、なるほど出して、だったらいいんですけど。ね、休みの日ガンプラ広げてって言ってましたけどね。まあでもだからライブで炸裂できるんだよね。そうですね。まあライブの時にその子、あなるほど、溜めておいた力を出して、で森下かな子ちゃんが趣味が料理。おお、そうですね。ということは真央ちゃんが釣った魚で真央ちゃんが料理をしてくれる。じゃあ2人で暮らせるわけだ。あ、暮らせる。いいですね。なるほど。長所が真央ちゃんがマイペース、はい、でかな子ちゃんが、皆さんを大切にし笑顔でみんなを元気にさせる。恥ずかしい。これ今日映像さんと一緒じゃないですか。すごい。え、笑顔でみんなを元気にさせるですよ。いやいや素晴らしい。ちょっと照れ、それ言われると照れるね。照れますね。いやでも素晴らしいですね。書いたことは書いたんですけど。そうなんです。けどなんか言われると恥ずかしいですね。ね、確かにね。こう言うたらこれだって言う人が言うたら、うん、もう偽善者ですもんね。いや確かに、ね。だからこれかなこちゃんが言ってるからいいんであって。なんかね、うさん臭い匂いが。そうそうそう。私が言いましょうか、めっちゃ臭いでしょ。めっちゃ僕らだってこれね、皆さんを大切にして笑顔でみんなを元気にさせる、うん、何百万円振り込んでください。まあ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 そうですね。まあそういうのが浮かびますよね。でもそうなるぐらいね、売れた方がやっぱりいいと思うんで、うん、この後ろの言葉はお客さんがつけてくれたらいいんですよ、うん、そうですね、元気にして、かなこちゃんと真央ちゃんがもうね、すごい生活ができると、うん、いろんなこと言わない、ね、でもすごい生活しててもやることはもう、そう家で、ね、音楽を作るというね、あそうですね、一番それが一番いい、だってガンプラに金箔とか貼りたいじゃないですか。いや貼りたくないでしょ、超大きいになってるから、ね、元が変わってしまう。好きな食べ物なんですけど、はい、真央ちゃんが米、肉、肝もお菓子、はい、で、かなこちゃんが玄米ブラウン、じゃがりこ、グミってなんかこう、えらい乾いたものが好き。じゃがりこの後にグミって言うね。限定されてますよ ね、 ね、かなりピンポイントで、なんか主食っぽくないっすよ ね、 ね、お菓子が好きなんですかね。でも最近はあの野菜とか肉、お肉とか魚とかもめっちゃ好き。おむしろ多分最近そっちの方が好きかもしれない。肉と魚ってどっち好きですか。あーえあなんか今の顔迷いますよね。そうめっちゃも、うん、どっちも好きで、あ煮魚でもめっちゃ好き。ね、苦しいワードがすごいね。ねえ、魚。釣ったらやっぱり持っていくわ。ああ、待ってる。あ、ほんまや、そうだ、そうそう、料理だからね。煮るはいっぱい。煮てる。でも、加減してくださいね。ネギと人参はダメなんですね。ダメ、もうすごい可能性。もう、人参は本当に世界一嫌いです。あら、甘くて美味しいのね。いや、あの、煮込んだ時の変な、なんか苦味と甘みの間みたいなのが、あちょっと甘いのが、それジュースになった場合は大丈夫。いろいろ入ってたらいいんですけど、人参だけのジュースだと多分厳しいと思う。人参とかも生でそんなバリバリしちゃいますよ。そうそうそう、居酒屋で買えたら無理無理ダメ言うな。野菜スティックだ ね、 ね、 だね、野菜スティック、ね、よかったですね。これけど前世とか来世が馬だったら大変なことそうですね。いやうさぎとかでしょ。それがね、馬でもね、人参嫌いの馬おるんですよ、うん、いや確かに別に馬は、まあ、絶対人参が好きっていう動物じゃないですか。馬のイメージないですか。イメージは人参食べる、あの人参を食べさせられるんですか、やっぱり。もうなんか人参の普通にあの干し草とか餌で出ますから。他の餌もね、フリマホイって。いやいやいや、そんなことはあんまりないと思うんですよ。触れ合う時ぐらいちゃいますから多分。あ確かに。
まあね、ちょっとね、うん、元もまだまだね、こう、ね、うん、来世の心配は大丈夫です。心配大丈夫。大丈夫で今旅行で行きたいと思うところ、真央ちゃんが海、おでかなこちゃんが家族とパリ旅行、そう、おしゃれ、おしゃれ、うん、お母さんがずっとパリ行きたい、パリ行きたいってずっと言ってて、それでいつか行ってあげたいなっていう、優しい、もうこのユニットが売れるしかないですよ、ね、頑張ります。プロデューサー池本真央の力が試されるいやファンもね、だから応援してあげて、そう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 、でもパリ旅行のために頑張ります、ね、パリ行けるよ、僕もパリでライブやったの、うん、アニメタルって番組の時にね、あ、そうですよね、でやっぱそのアニメソングがそこで人気あるから、で僕も英語で一生懸命 MC を考えてね、フランス語なんか喋れないから、かっこいい、で全然喋れなかったから日本語でいいよってお客さんに言うんですよ、すごいですか、すごいな、結構切なかったよ、帰って覚えていいんだろう、ね、頑張ったのに、日本語うまいから、確かに、そうか、アニメで覚えたりするんですね、そうです、中途半端な英語でライブ臨むんだったら、まあ、日本語でいいよとかってお客さんに言われちゃって、優しさなんですけどね、多分だからね、もう旅行で行くもいいですけど、ライブをするって言って家族一緒に見に来いっていうのが理想、それですね、でライブまで観光するっていうね、いいですね、それが一番、プロデューサーの力ですよ、プロデューサーの、頑張りますということでね、その辺の曲もね、やっぱり聴いていただきたいんでね、うん、はい、どうですか、ね、曲の紹介とか、そしたらお願いしましょうかね、はい、それでは聴いてください、森下かな子でスイカの種がプププププ、タピポポ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 、スイカの種がポポポポポ、
ということでですね、はい、スイカの種がプー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 を聞いていただいたわけなんですけれども、はい、ね、2月なんですけどもね、スイカの種をこうプー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 ということで一年中、スイカ好きなんですか？スイカ好きです。ですか、はい、なんか夏に、夏といえばって言ったら、はい、スイカって言って、それでじゃあスイカの種がプー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 。なるほどね、夏といえばやっぱスイカかなって思いました。メロンよりもスイカの方が、はい、あ、じゃあね、今度関東行った時はイコカじゃなくてぜひスイカを買ってくださいね。あ、そちらですスイカ、いやいやいや、お、いいですよ、大丈夫ですよ、大丈夫。あ、でも前お客さんがスイカ見せてきました。あ、やっぱり、ああ、なるほど、いじられ方されしましたなるほど、スイカネタ ね、お客さんにね、もらう時はチャージしてくださ い、 っていうすごいですね、今日飛ばしますね。いやいやいや、白いパレットにつくわそれは恥ずかしいよ、今のは。今のはね、今急に来た、ね、いやなんか飛ばせんかなと思って。今のは恥ずかしかった。スイカの種を飛ばすをね、自分も飛ばす、はい、あ、なんかこうパレットどんどんいろいろいろ、ね、ちょっと上げたんじゃない、ね、成長してますよどんどんということでですね、本当にね、エンディングの時間が近づいてまいりましたんで、はい、何か告知することあれば、はい、そうです、はい、大阪でもたくさんライブやっていますので、はい、森下かな子もしくは池本真央で、検索していただいたら、はい、ツイッターなりいろいろ出てきますので、はい、ぜひ検索してみてください、ぜひとも、ま、はい、よろしくお願いします、はい、ね、この番組もね、またぜひとも、はい、遊びに来てください。ぜひ来たら3回目だもんね、狙ってます。それで突っ込んだ今やばいと思って、お前ちょっとここ浮かれてんだよ、浮かれてないですよ、カレットでカーメンみたいな、みんなみんな一緒ね、仲良くしましょう。いやいや、いや、そうですよ、仲良くしましょうね、仲間です、仲間です。ということで、はい、池本真央さんプロデュースの森田かな子ちゃんにも来ていただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。清水谷ブロードキャスティングステーション、はい、ということでですね、うん、はい、3回目の放送もエンディングという形になるんですけれども、うん、はい、どうですかゆうちゃん、はい、慣れてきましたか、ね、いやーね、楽しいですね、毎回いろんな方にね来ていただいて、うん、ね、おね、ついにね突っ込むっていうスキルも、はい、今日5ぐらいいたんで、すごかったですね、はい、ね、恥ずかしくなる感じのツッコミですね。これ多分4回目5回目ぐらい映像さんに、うん、ね、あ、行くかもしれないですね。もう、いやいや、ガンガン来るかもしれない。いろいろみんなで変わっていきましょう。そうですね。いい進化を遂げましょう。あ、ね、あ、そうですね。一番ね、いろんなね、変幻、ね、変幻時代に人生を生きてこられた方がおっしゃってるんで。うん、そうか、そうか。じゃあ、やった方がいいですね。ね、うん、そうですよね。ゆうちゃんもね、旅立ちましょう。はい、はい、旅立ちます。いやいやいや、じゃあいなくなる。なんかその旅立ちの祝す曲を今日はね、こだまの中で映像さんが作ってきた。このこだまにてって結局タイトル決まらなかったから。そうそう、まあ、でもうこだまにて。多分今度これ3回目だから、はい、今度4回目からまた新しい、そうですね、あの未発表の曲を作って持ってくるので、うん、今度あの長距離バス2点になってるかもしれないし、どん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 、のぞみ2点になってるかもしれないし、アナ2点になってるかもしれないし、どれで来るかがお楽しみにですね。はいはいはい、移動手段がタイトルになる、ね、なるっていう、移動しながらイメージをして、うん、これは結局一回生での勝負じゃない、うん、そうですね、うん、じゃあこれもうこれこの曲はもうこれでお別れになるので、日納めということで、そうですね、はい、なんかあんまり我々の告知とかしてないんですけど、江戸さんなんか告知とかもし、僕は2月の、そうですね、僕は2月の24日に、はい、ちょっと僕あの2月の23が誕生日で54歳になるんですけども、はい、54の、まあ、初歌い初めじゃないですけども、はい、あの東京の方でアコギのライブをやって、で3月の方からもう呉行ったりとか、松江行ったりとか、まあ基本的に京都も来ますよ、3月17日そうなんですね、はい、だからいろいろやっておりますので、あので、大阪もちろんあのライブでも来ますのでね、はい、もうこの番組ずっとやっててライブやらなくなったらびっくりするそれはそれで、ね、やっぱ音楽あってのこの番組でございますので、はい、ぜひまた、歌ってる坂本にも会いに来てください、うん、そうですね、はい、皆さん来てくださいよ、はい、でその3月17の京都をご覧になられた方は次の日、うん、目黒東京まで来ていただいたら、はい、目黒アミューズメントパークというものがございまして、はい、これが3月18日、はい、目黒ライブステーションで、我々出ますので、うん、そちらの方も遊びに来てもらえたら、はい、その次とかその次々ぐらいにまた江戸さんとね、このショットが見れたりとか、うん、ひょっとしたらね、ゆうちゃんね、はい、ね、ぜひぜひ、はい、何がか分からへん、ぜひぜひ
ということでね、みんなでね、こう一体となって進んでいきましょうよ。はい。ね、ということで今日もご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。また次回も、配信の方楽しみにしていただけたらと思います。はい、最後はそのこだまで作った、はい、映像さんの曲でお別れしたいと思います。はい、はい、じゃあこだまにて。感じ合えたなら、分かり合えたなら、出会えた喜び、今奏で合おう。幼き頃に見つけた僕だけの名もなき星、夢中で追いかけるうちに、君という星を見つけ、寄り添い合い星座になる。心塞ぎ込んだとしても、もし僕が迷ってこの耳を塞いだとしても、言葉はなくても光なら伝わる。君を照らし、君に照らされ、互いを彩る星たちは今日も歌う。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。みんなの声を届けます。清水谷放送局。